子どもたちがのびのびと学び成長できる環境を作るのは私たちの責任です。しかし現状はどうでしょうか。長崎県は小学校5年生と中学校2年生で独自の県独自の学力テストを行うなど子どもと教師を学力競争に追い込んでいます。その一方で全国で広がっている少人数学級には県独自では先生は増やせないと極めて消極的です。私は県独自の学力テストは中止し、すべてのクラスで少人数学級を実施すべきだと提案しています。またいじめの問題などで子どもたちの心の悩みに向き合うスクールカウンセラーを直ちにすべての学校に配置すべきです。子育てを応援する環境を作ることは少子化対策としても県政の重要な課題です。子育てしにくい理由の一つは子育てにはお金がかかるということです。子育てを応援するために県下の市や町でさまざまな努力が行われています。その一つが中学校を卒業するまで医療費を助成する制度です。今松浦市と南島原市で実施しています。私はこれを県の制度として行うことを提案しています。だいたい約6億円の予算で可能です。もう一つは子どもたちを育てるためにはお父さんお母さんの働く環境を改善する必要があります。仕事と子育てが両立できる社会を作ることです。保育所、学童、保育の待機児童の解消は最優先で行うべきです。また働く女性のうち第一子を出産後半数が仕事を辞めています。これは20年間改善されていません。さらにはお父さんお母さんが残業で子どもたちと一緒に過ごす時間が少なくなっています。こうした問題にも正面から取り組んで改善のために力を尽くしていく決意です。